いやーもうね、とにかく九州県紹介を潰していただく皆さんですから、今回のね、この動画はね、大変なことですよ、これは。これが、他にもね。もう、本当はみんなぶっちゃけ、要はイメージは、今日のイメージは、みんな会員、もう脱会して日が浅いでしょ。だけど、リアルにだから、学会じゃないや、検証会時代のこう疑問に持ってたことがあるわけじゃない、はいはい、でもそれは誰にも言えないで、はい、こう、もう胸に秘めてたわけだ。でも無理くりこう、構えないようにしようって言って活動してたわけでしょ。そのことを、率直にもう、こんなことおかしかったよねとかさ、そう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 、このこと絶対おかしいよねとか、そういうノリでいいんですよ、普通話しようような感じで。そういうことですね。だから検証会員の時には言えなかったと、うん、お互いが。そうだけどもうやめちまった今、実はさこんなことおかしいよねっていう、うん、この内輪話が大事なんだよ。あ、それ俺には全く分かんねえんだから。あ、そうです。競技的なことしか言えないじゃん俺は、うん、そのね、御所からしておかしいでしょって、うん、それはそれとして大事だけど、いや実際現場でやってた人が、うん、そのだから内輪話としてこの辺の矛盾をすごい感じてたっていうのが、特にしかも九州勢の、うん、あのなんとかって幹部があれおかしかったよねとかさ、いや実はタバコやめてたのに私見たわよで、あの言いましたそういうそこよ、僕はもうゆっくり聞いてみますから。うわー、なんかそれも緊張するよね、なんかその普通に話す、まあそれ聞き取れないところとか、はい、あまりにも言葉が方言に走っていて解読不能の時は聞くから、それどういう意味ですかってしてこう乗せてくれる。テロップ。それもテロップ作る。いいね。かわいい。あれ面白い、よくできてるよね、ああいう作り方。かわいい。ね。まあまあちょっと一つ食べていいですか。バリバリ食ってるのを見せるわけにいかないから。そのほら、私とかやっぱお金がなかったので、何？やっぱ集会とかに。行きたくないと言えないというね。行きたくないと言ったら罰が出るかなとか。もう始まっているんですね。はい、はい、一応言ってるんですよ。すいません、ごめんなさい。見たくてしょうがないから。いや、そうじゃないけど。いいよ。スタートやな。じゃあ、始めちゃおうぜ。うん、で、後で、一人なくしたらみんなで飯食いに行こうぜ。うん、あ、ね、はい、お願いします。じゃあ今その金がねえのに、そうで、やっぱ最初は行ったら約束になるからって言われて、やっぱし私は行くのが本当に、でもやっぱ途中でお金がないけん、そしたらその時の福岡市の時なんですけどね、って幹部から何言ってるとね、内見頑張っていかないかんって言うし、でももう行きたくないんじゃないけど行けないですって言ったら、うん、旦那に言うだ、旦那に、え、旦那に借りるんですかとか言って、え、でも正しいことをしてるのに、今からまだ未入信の方が、うん、自分もしようかなって思ってる人がその、うん、あの、うん、お金を借りてまで行かないかんと思ったら、うん、それおかしくないって思わないですかって言ったら大丈夫大丈夫、正しいことだから、それくらいいいから、うん、貸してくれるから借りようって、うん、え、そこまでしていかなきゃいけないんですかねって言って、うん、じゃあもう分かりました、ちょっと考えますって言ってから、うん、聞いたこともあるんですよ、うんうん、ちなみにここは大分じゃんか、それはどこの会も行こうっつう、その頃は長崎、長崎、熊本も行ってたよ、熊本、こっちにそういうでかいあの会合がないからってこと。いや、大分福岡市区だったんですよ、まだ。ああ、縦線だから、うん、そうだ、だからその拠点の方、その頃あってたのはそうですね、福岡とか長崎とか熊本とかいろんなところであってて、で借りていたこともありますね。それも嫌やったのもある。なんで正しいことしてないの。で行きたくないって言ったら何言ってるの、半長のくせにって言われてたので、だから、え、半長のくせに。でも偉いよね、普通組織でさ班長なんかやってると、そのはっきり行きたくないなんて言えない、もう言えない空気になってくる。そうそうそう、よくない、正直なんで、正直もともと行きたくない、行きたくないけど行けないよどうしてって言ったら、いやお金がちょっと言われて、そうね、旦那から借りればいいよ。そうです、そうです、それで旦那さんは未入信だった、返しとく、その時はまだ未入信だったんですよ。こうやって行きたい、でその時に、じゃあ行きたいけどお金がないけどなって言った時に、そびえしてまで行かんで横浜にお金なくなってやっぱり言われたんですよ、その時は旦那からは、うん、未入信だったから。でもね、その時にはいやでもね、そうしてでも行きたいけんって言ったんですよ。あ、本当は何しましたけど、そう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 って言ったら、じゃあ言うわ、じゃあいくらか貸してやろうとか言って、そこから出してくれたんですけどね、それで行ったことは何回かあるかな、